今川動画制作所。今回はガイドブックに載せるはずだった小説を原作にした動画になります。小説は表現が難しすぎるということでボツになりましたが、動画にしました。小説版はリンクを貼ってありますので、よろしければお楽しみください。すみません、三ツ矢さんっていいですか？合ってましたか、よかった。教えてもらった特徴が雑だったから間違ってるかと思いました。結構探したんですよ。だって黒のニット帽に自衛隊みたいな服装って、そんな格好の人この界隈じゃ珍しくないじゃないですか。だから試されてるのかなって。ああはい、牧野くんからの紹介です。もし疑われたらこれを見せろって言われました。これで合ってますよね、このストラップで。へー、紹介状の代わりなんですか。信用した顧客だけに配ってるんだ。面白いシステムですね。僕は普通の会社員です。っていうと逆に不自然か。牧野くんのところの取引先ですよ。アプリの開発やってまして、いわゆる出会い系の。それで三ツ矢さんとこの商品の質が良ければうちの顧客にどうかなって。だってお互い得じゃないですか。うちだって客が離れてくのを防げるし、三ツ矢さんとしてもかなり大きい新規開拓になりますよね。うちと組めば三ツ矢さんは客を探す必要なくなりますよ。最近は SNS とかも危ういですけど、今後は連絡ツールにうちのアプリを提供します。僕たちはその辺かなりしっかりしてますよ。海外のサーバーをいくつも経由してるんです。そのやり方でグレーゾーンのままもう何年もやれてます。うちのメリットはどうしようかな、恥をさらすことになっちゃうな。ごめんなさい、ここで言いにくいです。場所変えていいですか？遠くじゃないです、すぐそこにクラブがありますよね、そことかなら。反射のたまり場？そうなんですか？大丈夫かな、僕ちょっと怖いですよ。三ツ矢さんは半グレの方だし、そういうの平気かもしれないですけど、僕はただの会社員なので。階段からもう怖い、行ったっきり戻れなくなりそう。なんでこういうところの階段って暗いんですかね、地下だからかな。人の顔わかんないように。ああそっか、誰が来てるとか誰とすれ違ったとかで揉め事になったりするんですっけ。面白いな、怖いですけどね。そういう独特のルールは興味があります。そういう独自ルール、会社によって違いますよね。僕も入社した時に何も知らなくて苦労しました。僕の教育係についてくれたのが今ではトップになってる人で、普通だったらもっと下の人が教育係をするんですよ。でも僕が正社員になったタイミングは本当に人手不足だったんで、その人が直々に、まあ怒られました。夢に見るくらいに。どこもそうかもしれませんけど、うちは特に使用期間は優しいんです。でもそれが終わって本採用になったら自衛隊かってくらい厳しくて、挨拶から始まって独特の礼儀作法があるんで、それをつきっきりで教育されました。間違うと容赦なくげんこつですよ。だけど俺は全然マシな方なんですよ、即戦力扱いで下積みをやってないから。だから本当にその業界での常識やマナーの教育だけだったんですけど、それでも結局あんまりいろいろ覚えらんなくて、多分向こうが諦めたんだと思います。あ、奥の席空いてますね、じゃあそこで。注文はオレンジジュースでお願いします。お酒ダメなんですよね。ダメっていうか飲めるけど美味しく感じなくて。三ツ矢さんはラム海賊みたいですね。さてそれじゃあさっきのお話ししましょうか。うちとしてのメリットですが、さっきも言ったように顧客離れを防ぎたいんです。アプリ業界って今生き残りが難しくて、うちはかろうじてうまくやれてますけど、似たゲームがリリースされちゃったらもうアウトなんですよ。だから例えば女の子とユーザーに出会ってもらって、その子から三ツ矢さんの商品を勧めさせるんです。で一回でも使ったらまた欲しくなりますよね。割とありがちな手ですけど、でも違うのはここで三ツ矢さんとの連絡ツールとしてうちのアプリを使わせるってことなんです。そうするとユーザーは絶対課金せざるを得ませんよね。その上でこういうのの売買って大概知人の紹介とか口コミが多いですけど、うちのユーザーは三ツ矢さんしか売人を知らないから他に流れていくこともできません。三ツ矢さんはいくらでも高値で売って大丈夫なんです。それとそうです、他にもあるんですよ。実はスタッフが他の会社に引き抜きかけられてて。言いたいことわかります？え？
そんなにひどくないですよ。でもほら、オラフの声優さんみたいにちゃんと自己管理してくれてたら廃人とかにはならないじゃないですか。しかもあれ使うと集中力やテンション上がりますしね。利用者になってもらった方がうちにとってはいいことずくめなんです。どうですか？よかった。じゃあ契約成立で。いやー、ほんとドキドキしてました。これ失敗したらさっき言った怖い上司にめちゃめちゃ怒られちゃうところだったんですよ。転職できたらいいんですけど、スキルとかないしニートだったんで社会で通用しなさそうだなって。あ、はい、ニートです。大学卒業してフラフラしてたら家から叩き出されたんですよ。その話聞きます？いいですけど、別に面白くないですよ。普通にニートになっただけです。僕は IT 系に進んだんですけど、しばらく前の IT って一部のホワイトを除いてほんとブラックばっかりだったんです。で、就職活動で疲れ果てた時、友達が就職浪人するって言い出したんですよね。留年して新卒のカードを使える状態を維持したままでもう1年就職先探すって、やばいですよね。就職のためにそこまでします？え、そこまでするんですか？するのか。そうか、三ツ矢さんも就職浪人しました？塾講師？マジで？え、なんでそれで売人に？スロ、パチスロで借金ってことですか？ああ、そうか、だから牧野くんの紹介なんだ。風俗も多いですよね、そういう人。僕風俗とか苦手なんですけど。え、ちょ、こんなプレー相手の子嫌がんないんですか？そっか、それも料金内。でもそこまでやったら女の子治療しなきゃですよね。慰謝料請求されません？逃げ切れたんですか？いろんな経験してますね。今度遠征に海外？怖っ、ほとんど通り魔ですね。被害者多そう。じゃあそのスマホ絶対なくしたりできないですね。だって写真残してるなら証拠になっちゃいますよ。で、僕も友達の言葉に影響を受けたわけじゃないんですけど、今は無理だと思って就職活動をやめたんです。そんでしばらくダラダラしてたら父親にいい加減にしろと怒られて、多分会社で8050問題の話でも聞いたんじゃないですかね。それで急に怖くなったんだと思います。うちの親、行動とか考え方が極端なんですよ。それでまあ家を叩き出されて仕方なく就職しました。でもうちの親後悔したんじゃないですかね。やっぱ普通にニートさせといてくれた方が親的にも絶対良かったと思うんですよ。だって息子が突然服役ですよ。やばいですよね。お、はい、僕は服役してるんです。5年、人を撃ちました。ちょっとした勘違いからだったんですけどね。え、危ない人間じゃないですよ。僕に言わせれば三ツ矢さんの方がよっぽど危ない人ですって。危ないっていうか、よく危険な橋渡るなって思います。だって怖いじゃないですか。大番組系のお膝元のこの辺りで今川組から盗んだ品を売るのって、普通そんな危ない物は手を出しませんよね。取ってから5年以上経ってるって言ってもいつ足がつくか不安じゃないですか。まあ気持ちはわかりますけどね。ここは今川の島で、近年の今川は薬を扱わない、だからこそ穴場だっていう理屈は。でも俺だったらしないかな。ろくなことにならないですから。そうそう、三ツ矢さんって名字かなって思ったら下の名前なんですね。飯島三ツ矢。でも調べたら全然違う他人の経歴が出てきたんで、もしかして戸籍も買ってたりするのかな。そうじゃないと何年も逃げられなかったですよね。朝、頃合いです。あ、準備できたみたいです。よかった、うまくいって。暴れないでくださいね。後ろの人たちかなり怖い人種なんで怪我しますよ。まったく本当にひどいですよね。引っ掛けて包囲するまで足止めしろとか、俺みたいなニートに。いや、もうニート上がりなのかな、上がっちゃったのかな。とにかくそんなニート的精神の俺にはかなりの無茶ぶりですよ。でもいかにも反社って感じの人間より普通の会社員っぽい方が三ツ矢さんも警戒しないだろうからですって。そうなんですか。あ、車も来てるみたいですよ。思ったより早かったな。それじゃあ俺の出番はここまでです。これから大変だと思いますけど、三ツ矢さん頑張ってくださいね。
ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。